はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルフィッシュです。では今回はアーツオブアイアン4レジスタンス DLC アメリカ軍プレイ続けていきたいと思います。もう戦争もね、中盤に差し掛かっているという中なんですが、タイがねここに来ていよいよ帝国側で参戦してきたということもあってですね、まだまだ予断を許さないという状況です。なのでまず今回はですね、帝国の力を削いでいきたいというのもあって、せっかく奪った朝鮮半島、ここですね、ここにまず建設を行っていこうというふうに思っています。占領が終わり次第で、ね、ここに航空基地を作っていくというのをまず考えています。航空基地さえ作ってしまえばね、一気にここから日本本土、東京までも射程に収められるというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。まずは朝鮮半島ね、今残りの帝国軍の駆逐を行っているので、これをしっかり早急に終わらせましょうというところですね。でスマトラ島の方もね、戦局あまりよろしくはないので、ここもね、手こ入れというか、しっかりいい対処をしていかなきゃいけないというところと、ニューギニアの方もね、戦力がちょっと足りていないというのが正直言ってあるので、ここも一つ視野のしどころになっているのかなというふうには思っています。ただ、すごくまずい状況にはなっていないので、ここはね、そのまましっかり進めていければいいのかなと思っています。さあでは残りなんですけども、政治顧問とかを入れるぐらいだったら、政治力を使って資源を獲得しておきましょうか。欲しい鉄、アルミ。でもちょっと今すぐ手に入らない状態ですね。であれば、このまま政治力は貯めておきましょう。いずれ必要な時に政治力が足りないと、それはそれで困りますからね。ちなみに上院の支持は96分の96。下院の支持がね、とはいえ3分の2取れてるので、ここもね、今すぐ、政治力を使う必要はないかなというふうに思っています。思わしくないのがね、やっぱりヨーロッパの方なんですよね。ここがいかんともしがたい状況と言えるんだよな。ノルウェーの方にちょっとスパイを入れておきましょうか。ドイツの動向を探るという意味において、では時間を進めていきましょう。
そしたらですね、タイでの戦いは有利に進めてるんですけども、シンガポールがね、陥落しそうな気配があるので、ここに味方のね、部隊をちょっと派遣せざるを得ないかなという状況なので、部隊の一部を派遣します。これでね、シンガポールを守りつつ、早めにタイを降伏せしめるという流れを考えています。もちろん我々もね、このシンガポールが陥落してしまうと、拠点を一つ失うことになりますので、特に今スマトラ島の戦いが佳境にかかっているので、どうしても失いたくないというところもありますからね。ここは我々も参戦します。いや、タイもね、本当に遊びに行けなくて本当に辛いよな。ゴールデンウィークのね、バンコク行きのチケットもね、ついに航空会社から、このフライトはキャンセルになりましたと、連絡が、来てしまいましたからね、残念なんですが。まあ、もうキャンセルになってしまった以上は、遊びに行きようもなしと、いうことですね。ニューギニアの方ももう、ほぼほぼ、我々優位は、揺るがないかなと。いうところですね。あとはオーストラリアとオランダがね、しっかりニューギニアを守りきれるのかというところが心配かな。タイが降伏です。OK だ。タイが降伏してくれたのであれば、我々の軍も引き上げましょう。一旦、そうだな、フィリピンあたりに駐屯させておきましょう。で、必要であれば、またそこからね、転戦をしてもらうと。いうのを考えています。で、トラック諸島も、奪還が終わりましたね。よし、トラックの奪還ができたのは大きいな。こうやって徐々にね、帝国の拠点を奪っていきましょう。トラック口が取れたらね、帝国はもう太平洋で、艦艇を動かす力も残ってないので、まあ安全かなと思います。ここからはだから陸軍の方にね、資源を集中的に使っていく必要があるのかなというふうに思いますね。では、また時間を進めていきます。スマトラ島の奪還は終わったので、残りの敵を駆逐しつつ、ニューギニアの戦いも、一気にね、収束させたいというところですかね。はい。そしたらですね、いよいよ日本本土への強襲上陸を仕掛けていこうと思っています。で、日本をね、完全に攻略してから、ヨーロッパ方面にね、転戦するという選択肢をちょっと取ろうかなと思ってます。ドイツ軍がね、思ったよりやっぱりしっかりしている。なので、先に、このね、日本との戦争を終わらせてから、全兵力をヨーロッパ方面に集中させていこうかなというふうに思っています。なので、この強襲上陸がね、うまくいくかどうかというのもしっかり、コントロールしていければいいかなと思ってます。
いや、なかなかね、やっぱり強いですよね。ヨーロッパ支配している、ドイツも。ニューギニア、スマトラ。この辺りはもうほぼ決着がつきそうなので、放置しておいても、大丈夫かなという感じですかね。なので、ここからはちょっと日本本土の戦いに、集中していきましょう。では、日本本土強襲上陸作戦、始めていきます。では強襲上陸始まってます。このまま長崎から上陸していくという作戦になります。上陸がうまくいってある程度ね、補給が確保できたら増援を出したいと思ってます。まずは上陸が完了。いいね。ではここの上陸をまずはしっかり、確実にね、九州を取っておくということをやっておきましょう。で、九州が取れて、いよいよ、補給にね、余裕が出てくるようであれば、ここからさらに増援を出します。まずは、ここがね、しっかりはまってくれることを願いましょう。まあ、帝国軍もね、慌てて、多分、九州から進撃させないような対策を取ってくると思うので、まあ、それに合わせてね、我々も軍を増強していくというのをちょっと考えてますね。ではここに近接航空支援機、そうだな、200機ほどつけましょう。この日本本土攻略の部隊に200機ほどつけます。この200機でね、しっかりカバーリングしてもらいましょう。で、ドイツ軍がね、思ったよりね、やるんですよね。まあ、やるんですよねというのは強いっていう意味ですね。母艦が沈められたな。ここで空母が沈められちゃった。やるな。ドイツ軍の方はね、空母は持ってないんですけど、それでもこちらの空母が撃沈されてしまっている。やりますね。本当に。となると我々は大西洋艦隊を投入しているんですが、ここの動きがいまいちなのかな。大西洋艦隊はいるよね。なので制海権も取れてるんだけどね。それでも母艦を沈められるという不始末だからな。イギリス軍もね、もっとビシッと決めてほしいところなんですけどね。では日本本土の攻略戦の方に戻りましょう。まあ、やっぱ苦戦してるよね。なんかそんな気がしたよ。まあ、ワンサが集まってきてるもんね、今ね。これは第一陣が壊滅するかもしれないな。2箇所、3箇所と同時に強襲上陸をするべきだったな。ちょっとこの辺りはせっかくのここまでのノウハウが生きなかった形ですね。いやー、日本も100師団残ってるからな。この100師団片付けるのは
なかなかしんどそうですね。いやー、ドイツ軍も抵抗するしね、まだまだ。まあ、空母を失ったというのもあるし。日本本土への上陸作戦は事実上失敗したな。師団が壊滅した。とすると次の上陸作戦は複数拠点に一度に上陸しましょう。まあ、関西と九州というところですかね。でもね、やっぱりまだまだ、帝国軍、師団数100超え。むしろ増えてるからね。海軍を壊滅させたことは間違いないんですが、陸軍の方はかえって力を増しているっていうね。なんか末期の、まさに帝国と同じ状況になりつつありますね。そしたらここに戦略爆撃機をさらに追加して、敵を削っておきますか。本土の爆撃。で、空いた枠は、さらに、爆撃機をアップデートしましょう。はい。ではね、ちょっと第一次日本本土上陸作戦。これが失敗してしまったので、次のね、作戦を考えましょう。失った手段も、まあ、決して少なくはない、いい状況なんで、ちょっと考えもんですね。ただ、ニューギニアの方、あと、インドネシアの方、さらには、シンガポール、タイにかけてはね、攻略が完了しているという状態なので、日本をね、どう攻略していくかと、こういうのを少し考えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。